さあ始まりました「ラフテーナイト」8回のねパートですお願いしますよろしくお願いしますお願いします前回までねえなんか即興コントのスタイルやってたんですけれどもやってましたねちょっとあの悲報悲報があります悲報悲しい報じるであららもうちょっと社長じきじきからあんまりかなっていうのをおいどういうことだよ 一応ギャラがね出てるんで<ー>もうちょっとちゃんとやろうかっていうことでああ<ー>く <laughs> が刺さりました NG 出ちゃったんですかねなるほど結構太めの釘がねちょっと刺さったということで <laughs> なんか柔らかくて太めの釘が刺さったよな <laughs> うんいや硬いんじゃないかなあれかたかった、うん その最大限柔らかくしてくれてたけど柔らかくはしてくれてめっちゃ熱して,して,て、うん、柔らかい状態でさせてくれてたら、ね、柔らかいけど確かに芯のある釘だね子供にはねなかなかまだ持たせられませんけども <laughs> その釘はまあねでこうやって無人島で3人集まって収録してるけどないやもう <laughs> 無人島の設界 <laughs> ここ無人島でね一応やってるそれは別にいいんでしょその3人がさ 近況話せれば俺らどこでやっててもいいんでしょまあそうですね。今ここは無人島だけど。食べてもの抵抗として。船か。あ、びっくりした。何が通ったかと思ったら。こまで行くとなんだ難しいですね、ラインが。じゃあちょっとね、今回からは通常会ということで。何か、もったいことある人いますかはいえっとなんか 昨日かな今撮ってる日の前々日か。うん、おとといかとといね。に、うん、その六曲一番っていう、私たちがユニットライブで入ってるユニットの2周年スペシャルがあったんですよね。うん、あったね。ライブがあって2周年スペシャル。うん、で、そこで8回の初グッズが販売されたんですよね。これはおめでたいですよ。ありがたい。めちゃくちゃ嬉しくて。嬉しいね。うん、そう。 なんかそのグッズの内容が、うん、そ普段、はい、その私のアカウントでそのネタ合わせをしてきましたっていうグッズを出して、あ、グッズじゃないや、ツイートを出してて、それがなんかその、私が自撮りしてる後ろで、8階西口と警備員が喧嘩をしているっていう構図なんですけど、それをグッズ化して、その、私のアクリル、アクリルキーホルダーの、 真ん中を透けさせて、うん、そこに別売りのカードをセットすると、うんはい、喧嘩してるカードをセットするとそのツイートみたいになるっていうやつだっただ、ね、しかもそのカードじゃなくて違う人のチェキ入れてもそれ成立するっていうね全部根本が自撮りしてるみたいなんだよねっていうのがその2個発売、うん、カードとアクキーで一番売れたんですよね そう結構売れたみたいなのを聞いたけどな、うん、結構ねそのコンビの中では参加してるコンビの中では一番売れたって言ってたね、うん、めっちゃ嬉しい,い,嬉しいありがたいよなしかもしかもその一番高かったんですよね <laughs> 異常な値段じゃなかった <laughs> <の>うんなんか私のアクリルキーホルダーが12円、うん、1200円1200、うん、するねストラップだからね<の>そうで2人のケンカが3枚3枚組の カードで三百円でした。あの二人の喧嘩がって言うなよ。喧嘩のカードがね。二人の喧嘩は三百円でした。コンポン一人で千二百円で、僕はちょっと割ると一人五十円になっちゃう。割る二、割る三だから。そうででもなんかしかもコンポンのキーホルダーが一番売れたって聞いたけどね。そうなんですよね。言ってたね。めっちゃ嬉しい一番高いのに。 <laughs> 確かになんかそのグッズの主催者さんはなんか「ゲンカスレスレです」とかって言ってたけど本当かな確かにああ <laughs> って私は思ってるなるほどね <laughs> もっとよこせとうんゲンカスレスレで売ってますって告知もしてたけどちょっとそってんじゃないかな <laughs> 確か<に>い俺らでめっちゃ撮ってそのゴヤのあのおばさんの金着で損してるって <laughs> その人もしれないけど。<laughs> 俺らでめちゃくちゃ取って、トータルはトントンになってるから。B 漁さんの巾着袋で、めっちゃ、なんか言いように安かった気するな、B 漁さんの巾着袋。あれ、500円とかだったと思う。あれ、一番テープでそうだよね、他はマスキングテープとかって、まあ確かに頼めばできるかなって感じだけど、あと、小夜鳥さん、マスクケースだけなんだっけなんか、ただのクリアファイルみたいなやつですよね。 虎のイラストが入ってるメモ帳みたいなうちらのが一番低込んでたそうアマチュアのグッズみたいないやマジでありがたいですねあれはでも今後のだから別のね今回のだけ回じゃなくて多分今後六六極一番でも買えるのかななんか今後売っていきたいからもらえなかったですくださいって言ったけど俺持って帰ったえ嘘でしょ持って帰った私くださいって言ったらめっちゃ気まずそうな顔されたんだけど そコンポに聞いてたからさ最後のエンディングでなんか持ってって宣伝してくださいみたい言われてたじゃんはいはいはいそこで俺ともらって使ってくださいって言ってそのまま俺誰とも会わずにおい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 帰ってんじゃんいやいやだって俺らもそうやっだからさ割る俺で今おれに入ってるわえ俺俺なんかお前告知してくださいって言って渡されることもなかったのにあごめんごめん一個前の話か 俺は盗人だぞとかじゃなくて。俺だけは回。いや、それ返した方がいいけどな、だったら。ね。いや、だって俺らがいなかったら生まれなかったグッズだから別に。アクキーももらってますアクキーももらってる。え、アクキーください。え、なんでいらないでしょ。待て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 。その、まず返すの話だ変わってあげないよ。え、アクキー欲しいよ。 別に俺が売ってもいいわけでしょその。いや、悪っ。いや、ダメだよ、それは。1200円丸々る儲けようとしてんじゃん。悪すぎ。原価とかの話じゃない。転売してもいいわけでしょ転売すんな、本人が。転売ヤーになってもいいわけだよな。ダメでしょ悪すぎるな。ちゃんとそれ返してきなよ。えぇ田辺さんだったら、もっとつぶやかなきゃダメだし、あと。 あーもらえこれでもらいましたよ、うん。<て>もらいましたとか、PR してない、なん何もつぶやいてなかったでしょ、警備員があ確かに。そうだよな、グッズの話ね。ばれるからさ。むしろ、いやいや、すごい、ガチでもらってんじゃん、じゃない <laughs> その分、売らなきゃいけない。19人がだって、つぶやいてくれたからね、だって、俺らのグッズを。ね、ああ、そうだね、確かに。19人は、19人財布出してたから、<laughs> あれ買おうとして。 ええ。ガチで買おうとして、財布出して、いや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 って言われて、ああ、そうなんだ。そう。俺は、そう、影の泥棒してた。マジで悪い。日陰の泥棒。それは、その、唐草模様のあの、巾着背負ってるところとかだった全然、石う五右衛門じゃない、そのな。ソこそこそしてんだよな。鼻の下で結んでるね。やつだからな。木の枝を両手で持ってね。枝を両手で持って。 その泥坊主知らないのね。ああ、確かにでも、あれだな、チェキとか、なんか変なやつ入れてツイートすればいいか。そうね、今後、のわかんない、今後どういう展開するかわかんないけどね、もしよかったら、僕らサインのね、入れたりして、はい展開してかもしれないということで、はいぜひ、6曲一番来てください。お願いします。最後ちょっと、え、何ですかこれさ、あの裏添え市で流れてるんだよな。 いやだから裏添えから裏から V1 まで別にね、1本で来れるでしょ。何その、どれ ?V1 空港ってこと ?V1 空港1本来てください、ぜひ。ぜひね。佐々木市の皆さん、お願いします。ありがとうございます。はい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 。